左サイドバックの鎌田から押し出すボール、青島、池田の対応、右足のクロス、中央に来るか、決まった。いや、逆サイドのサイドハーフも飛び込んでいました。お手本のようなサイド攻撃、秋田の鎌田です。少し運んで縦、さあ久富、久富が来る、久富のシュートだ、決まった。左サイドから青島、青島がやや運んで縦に差し込んだボール、選手の間から顔を出しました。さあここもセレッサがうまくプレッシャーをかけました。そして山内、押し込めるか、押し込んでいきました。ナイス。この短いパスを狙っていました。そして岡澤がまずプレッシャーをかけてボールをカットしたのは山内、山内中に入れて岡澤がというコメントを出しています。さあセレッソのコーナーキック、ファーサイド決めていきました。一勝です。さあ西尾、クロスを入れていこうというところですが、ディフェンスが対応しています。さあこぼれ球拾って西尾フリーです。決めていきました、3点目。まあ、セットプレーで上がっていたこのディフェンスの選手ですけども、大橋。さあここもセレッソのチャンスになります。島村一人かわしてシュート決めていきました。最後は落ち着いていました。決まりました。PK を決めたのは宮本です。吉成は外を見ました。ファーサイド山内が落として、最後は前田、右足のシュート決まりました。これはうまく山内が落としてワンタッチ、そして前田が落ち着いて決めていきました。得てその近藤、クラバがフリーです。落ち着いて流し込んでいきました。今ピッチに投入されて落ち着いて、ここもゴールを決めていきました。ショートコーナーで来ました。角度を変えて巻いていったボール、シュートになります。決まったー、ゴー、見事なゴール。さあスタジアムから選手を鼓舞する大きな拍手応援が鳴り響いています。梅井、岡、シュート、ご覧のように岡が拾ってきたちょっとこぼれたボールを左足、花井が中を伺う、平松が中に入ってきた、平松ゴール。前回対戦と同じような形から、まあ、ニアサイド低いボール、ミルトン、梅井です、星、折り返せるか、低いボール、シュート、決まった、同点。ご覧いただきましょう、星の低いボールに反応した、折り返して、ここはチャンスだ、ホムロ、シュート、シュート、決まった、シュート、17番の星、見事なシュートでした。さあどうだ、これはノーホイッスル、ブランドは献身、さあ持って入る、そうフリーになる、シュート放つ、決まった、先制さぬき。このロングフィードオフサイドありません、ブランドは献身フリーになります。そして落ち着いて竹内が自ら持っていって、長いボールをサイド変えてきて、左森川中を持っていって、低いボール、どうだ、決まったか。ここから森川が中を見て裏に、佐野木がリズムを取りながら、さあそして重松がシュートまでいけるか、重松3点目。最後は押し込んでいきました、今日2点目。そしてこれが中に枚数を増やしていって、中村前を見る、黒石も中井が振って、シュート決まった。今のシーンです、枚数が多い八戸、中村が中に、そしてスルーして、まだ入らない。さあ池が打っていく、どうだ、決まった、ミドルシュート、
崎自分で運んでいって安藤です。ボールがちょっとルーズになってこぼれたところ、さあ安藤が打っていくか、どうだ、決まったか、2点目。あ、今もう一瞬のこのプレーです。中に入れていってゴールを見てかわして折り返す、選手にはつながらない、さあ正面だ、打てるか、右足シュートはゴール、9番高崎博之、高崎が右足を振り抜いてゴール。もう一度前田が、でここでディフェンダーのクリアミス、受け取って相手をよく見て中へ、ゴール押し込んで入った、体で押し込むような、ファーサイドへ、さあ誰に合わせるのか、遠目からヘッドはゴール。もう今主審とキーパーの松本が話をしていましたが、川西がボールをキープ、右に流れて中にボールを戻してシュートまでいけない、いけて左足シュート、決めた8番中島健生、川西上がってくるのを待って、いいえ、中央に入れてかわして左足、高木遠山あたりがボックス内を伺いますが、山口、おっと山口のシュート決まった、熊本の岡本を奪うような、このミドルシュート、かわしくるか、かわしたかわした、さあそしてこれ横に流してフリーで打ってきてゴール、遠山倒れませんでした、そして自らではなくよく見ていました白井がここに来て打っていった、上原が行った、また同じようなところヘッド、鳥取のディフェンダーは追いつくことができませんでした、上原アシスト来ません、その前でよくボールをカットしています、あっとこれはミスパス、林のシュート決めた、相手のミスからゼロ、ここで交代します、相手のミスがありました、そこをすかさずループでカモンから、その田尻の向こう側グラウンダーシュート、一つやり返しました、ちょっとオンゴールかもしれません、ただアディショナルタイムで1点を返した鳥取、まだ2分、中には2人の選手がいます、左足のシュート、シュートゴール決まりました、吉田は今シーズン5ゴール目、坪川のフリーキックヘディングシュート決まりました、追加点は長野、5番の広瀬のヘディングシュートで長野追加点、さあ前を向いた右足のシュート、大西ファインセーブですが後ろから詰めてきました、3点目は長野、3試合連続ゴールを決めました長野の佐野翼。